シティオブニューヨーク後のニューヨークは、インマンラインの所有した、オーシャンライナーで、後にアメリカンライン、アメリカ海軍へ移籍した。シティオブニューヨークは、スコットランドクライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで、1888年3月15日に、浸水した。諸女公開は、同年8月1日で、1892年に、ブルーリボン賞を受賞。 翌年にキュナードラインのカンパニアに記録を破られるまで、それを保持した。シティオブニューヨークは34年間使用され、1922年にスクラップとなった。シティオブニューヨークは1888年3月15日に浸水し、5ヶ月後にリバープールニューヨーク間の処女公開を行った。姉妹船に当時世界最大。 最速のシティオブパリが存在し、シティオブニューヨークは最大ではなかったものの、非常に豪華であった。水道には、温水と冷水の2種類が存在し、換気設備や、電気照明、一等客のデッキには、図書館や喫煙室、食堂には、ガラス照明のドームがあった。1892年、シティオブニューヨークは、姉妹線 シティオブ・パリの記録を破り、ブルーリーボン賞を受賞した。その後、シティオブ・ニューヨークは、アメリカン・ラインに移籍し、ニューヨークと改名した。その後、ニューヨークは5年間、ニューヨーク・サウサンプトン間の定期船として使用された。1898年、アメリカ合衆国はスペインに宣戦線布告し、アメリカ政府は、ニューヨークを武装商船として徴用した。この際、 船名をハーバードと改名し、開戦をきっかけに1898年4月26日から使用された。戦後は1898年9月2日に任務を、とかれた。1899年1月、ニューヨークは再び民間船として、ニューヨークサウサンプトン間の定期船となった。その航海の途中で、 エンジンが故障し、3ヶ月間修理を受けた。その際に改装され、エンジンを修理し、3本あった煙突は2本に減らされた。そして1903年4月14日に、再び航路に着いた。1912年4月10日、客船オーシャニックのそばに停泊していたニューヨークは、諸女航海に出発しようとしていたタイタニックのスクリューの水流に巻き込まれ、 衝突しそうになった。この時タイタニックの船長エドワード・スミスは、すぐにスクリューを逆回転させ、タグボートを利用して、両船を引き離したため、かろうじて衝突は免れた。九百十三年、ニューヨークは再び改装を受け、二等船室と三等、船室のみになった。そして航路も変更され、通常のサウサンプトンニューヨークからリバプール、ニューヨーク間となった。 1918年、アメリカ合衆国がドイツに戦線布告したのをきっかけに、ニューヨークは再び徴用された。その際、プラットスバーグと改名した。第一次世界大戦の後、ニューヨークは1920年に客船として復帰した。9ヶ月間アメリカンラインに留まったが、その後ポーランドの企業に移籍した。改名はせずに使用されたが、 所有していた会社が倒産したため、1922年に、アイリッシュアメリカンラインに移籍した。しばらくはその会社が所有していたが、再びユナイテッド・トランス・アトランティック・ライン、アメリカン・ブラック・シー・ラインに移籍した。最後の公開は1922年6月10日で、ニューヨーク・ナポリ・コンスタンティノポリス間を航行した。その後にスクラップとなった。その後、 タイタニックに関連した映画でたびたびニューヨークが出てくることがあった。ありがとうございます。